モズとハイニーでーす。モズベーでーす。ハイニーでーす。二人合わせて、せーの。の。モズとハイニーでーす。合わせるってあれやんけ。じゃあまあそんな言いながら、今週もあの、週末雑談をやっていきたいと思います。はい、はい、始まりましたよ。はい、じゃあまずハイニーのターンからね。はい、どうぞどうぞ。もう今日25日ということで、うん、クリスマスじゃないですか。クリスマスクリスマスのやっぱ思い出を今回は喋っていく方がいいと思うんです。おお、行きましょうか、うん、はい、じゃあまずハイニーからなんで言わせていただくと、ハイニーって結構あれですよ、表になるんですよ。表と裏の表ですか？違うよ、モテるモテへんの話しとんの。なんだ、王つけてるな、天然すぎるんだよ。表にもうね、謙譲語ですよ、自分に対して。モテるんですね。はい、そうなんです。結構、なんていうんやろ、彼女できたのは17ぐらいからなんですけど、そっからまあちょっと常に彼女はいるような感じで、はい、表になっしゃる、なられらっしゃるんですよ。もうなんかあれやね、趣味の悪いメスガエルもいたもんだよね。うるさいね。おたまじゃくしの頃から頑張っとんねん、こっちは。まだおたまじゃくしの名残の尻尾があると聞くんで。あれでしょ、マフラーとか、手編みのマフラーとか手袋で。先言うなや。先言うなや。あれでしょ、尻尾のなんか、受けマフラーみたいなのもらったんでしょ。何で受けマフラーって。どういうことやねん。で、来年まあいろいろそのプレゼントもらったりするんですけど、地味に嬉しかったのはやっぱり手編みのマフラーをもらった時がやっぱ高校生ぐらいの頃ですけど、うぶいですね、すごいうぶい感じで、思い出に残ってますね。思い出すな、あの子元気かな、ね、元気にね、メスガエルになってほしいですね。いや、なんかもう子供2人ぐらい産んでるらしいですよ。おっ、おたまじゃくしにしたらちょっと少なすぎますね。うるさいね、もうダマジャクシもダマジャクシ、いちいち突っ込んできやがってこの野郎。ハイニーはあれかな、そういう、まあいろいろもらいましたけど、結局その最初の彼女にもらった手編みのマフラーはすごい汚かったんですよ、なんかあんまり綺麗とは言えなかったんですけど、まあまあでも心、真心がこもってるから。そうそう、だからハイニー的にもなんかこういうプレゼントっていうのはそのなんかこう気持ちがこもってるものが嬉しいかなと思って。なるほど。そういうものを考えたりするんですけど、じゃあ真心がこもって鼻くそでも全然大丈夫ってことですか？よくない。真心を込めた鼻くそをじゃあちょっと用意してくれる？もらったことないから。だってなんかこうなんだ、すごいそのなんだ、鼻の奥からこう頑張って書き出しましたみたいな、そういうのが、そういう感じのが。血ついてるやん、絶対。血ついてるやろ。めっちゃ笑っとるやろ、ほんで。じゃあちょっと一回。その鼻くそは用意してください、うん、真心のこもった鼻くそ、見てから判断します。まあそれはまた今度っていうことで、次回で。じゃあね、次回に行ってね、来年のクリスマスにくれんの、それ真心のこもった鼻くそ。やらないよ。ハイニーさんは嬉しくないの、そのなんか手作りのものとか彼氏とかに例えばもらったら。ハイニーさん、え、彼氏にもらったらって言って。ああ、分かりました。がモズベイが彼氏に、例えばそのなんか手編みじゃないけど手作りのプレゼントとかもらったら嬉しい。食べるもんだったらすごく嬉しいなって思う。そのもしモズベイ一応女子なんで、知ってるよ。だからオスの方に、せのオスの方ってなオスの方に、オスの方に、まあ料理とかやっぱその今流行ってるじゃないですか、料理男子とかいますもんね。ね、こうモコズクチンみたいな感じのやつとかほらね、モコズクチンにはよくわからんけど、発音よく言おうとしたよね今。まあ発言悪いんだけど、そうそう。で、まあ、それなんか料理とかクッキーとかお菓子とかも全然それから嬉しいなって思うかな。でもなんか包容力があることがじゃん。絵とか描いてくれたら。絵はいらないかな、食べれないから。うん、やっぱ食べるのがいいですね。食べれるもんじゃなかったら、手作りとかいらんわボケって思うでしょ。それやったら金目のもんよこせやんって思うタイプでしょ。いやー、逆に売れないかな、金目のもんとか。なんかね、売れないかなってないね。
売れないかなって悩んだり、どういうこと？いやいや、そういう価値があるないから売れないとかじゃなくて、やっぱいただいたもんだし、なんだろう、もしいつか会うことがあったりとかして、あれどうしたって質屋に入れたなんて言ったら、なんかちょっと後味悪いじゃないですか。何その売る前提のものの話って。売れる前提のものの話してないからね、こっちは。そっか、まあ、まあまあ、でも大切にはしますよ。ああ、そうなんや。うん、じゃあちょっとモズベイさんのこの流れでクリスマスの思い出トークなんか聞かせてもらえたら。あ、モズベイさんですか、うん、言いますよ。でもね、言ってもモズベあれなんですよ、あんまりその恋人自体もそんなにできたことがなくて、あんまり彼氏とかいないよね。そうですね。でまずもう、なんだろう、クリスマスとかにちょっと できないっていうか、そんな時期にはまず作ったことがなくて、うん、だいたいモズベさんがあれよね、なんか前聞いたのは、あの彼氏がいたとしても1年も続かないって言ってたもんね、うん、そうですね。そうそうそう、まず続かないかな、どっちかっていうと、うん、ホモ、うん、みたいな。ホモってない。どっちかっていうと彼氏よりホモっていうのがよくわかんないですけど、まあ不女子ですね、いわゆるね。うん、あ、まず、うん、アニメだったりとか、やっぱ二次元にちょっと走っちゃう部分があるから、ちょっと現実と、うん、まあちょっと理想っていうか二次元のちょっとね、方向性の違いを感じたのでっていう感じが。ちょっと現実男子にはあんまり魅力感じないですね。何？はい、鼻水かみます。ちょっと音させとってくれます？大丈夫です。さすがに、はい、はいはい、さすがにちょっと鼻かんでる音を流されるとラジオなんでね、これ。いや、はい、オンエアしてるとやばいんで。あ、でですね、まあお話を戻したら、まあ大体クリスマスは友達とワチャワチャして過ごすのが好きで、結構ゲームとかやったり、こうアニメのお話しする友達が身近にいらっしゃったんで、うん、まあ、みんなと会う方が多かったとね。そうで、やっぱそのパーティー自体もちょっとやっぱなんだろう、もうリア充よりも負けないぞっていう感じではないけど、まあ気持ちそんな感じで、まあケーキとかも最近だったらデコケーキってあるんですよ。デコケーキ？ケーキ屋さん、そうそう、ケーキ屋さんとかに行くと結構ね、いろんなこう写真とか載せて、ワンピースとかそのキャラクターものだったり、まああと、まあ自分たちの写真とかを持って行ったりすると、それをケーキに全く同じような感じでデコレーションをしてくれるっていう。なるほど、書いてくれるやつや、ケーキ。そうなんです、そうなんです。あれってなんか、プリンターとかで印刷するパターンのやつもあるんやっけ。そう、そうなんだよ。写真だったりとかね、もう全く同じような状態で、なんだろ、デコレーションしてくれるから、ああいうのも、ね、ね、手動で書いてくれる人もいれば、ちゃんと機械で写真のまま印刷してくれるパターンもあるってことよね。そうです、そうです。じゃああれよね、その手書きの方のバージョンってさ、うん、その書く人の腕が悪いと大変なことになるよね。結構あるよ、そういうの。あの、私の家の近くのあれだね、ケーキ屋さんは、あのキャラクターも前に書いてもらって、前ポケモンはすごく上手だったんだよね。で、まあ、ちょっとまた別の日ぐらいに、モノクマを描いてもらったんだけど、モノクマはね、めちゃくちゃ下手くそ。モノクマって弾丸論破のね。そうですね、弾丸論破に出てくるキャラクターのモノクマっていう。ああ。名がちょっと乏しくなってしまったけど。わかりますよ、はい、モノクマ。そうそうそう。ちょっとそれ気になるな。デコケーキって調べてみましょうか。はい、調べてみます？調べてみてください。はい。はい。グルグル出しますね。ぐるぐる。デコケーキ。あー、すごい可愛いのありますよ。もうすごい立体的なのがあるよ。ほら、ダフィーの。これね、ダフィー。はーい。わー、これ生クリームかなんかできてんのかな。なんか、おー、来てる。断面ついげつね。やばい。ここ、あ、これは何でしょう。あ、これ多分プリキュアじゃないかな。プリキュアか。あ、靴もあるよ、うん、すごい。こういうのもいわゆるあれですか、デコケーキみたいな。デコケーキだよね。これはまあ、作ってきます。ねえ、こんないろいろあるんだね。だ、結構あの、今本当にキャラクターもの系は多いよね。もう、あの、妖怪ウォッチとかも、こうね、コンビニとか、そういうところで。何でしたっけ、こいつ。どういうの？しまじろうだね。しまじろうか。しまじろうですね。トラジロウかしまじろうかわからん。やつ。な
るほどね。だからやっぱちっちゃい子たちとかすごい声の嬉しいよね。ちょっと待って、ちょっと待って、これちょっと待って、ほら。あ、志村けん。志村けんさん、変なおじさんじゃないですか。変なおじさんのやつとか、なんか食べにくいよね。すごいすごい、コナン。コナンもあるんだ。なんだこれ。なんか仲良し4人組みたいな感じ。うん。見たことあるような、ないような。まあ、ここら辺は。お、すごいよ、これ。あ、ジェイソンは、すごい。懐かしいと思う。コナンさん、再現率。これ何？お酒。なんだろう。お酒入れてんのかな、ね、固定してやってんのかな、わかんないよね。そうね。まあ、これ、印刷するパターンですね、写真をね。あれね。もうこれなんかこう、真ん中割ってあげたい感じよね。嫌なやつやんけ。でかす。だが、でかす。ねえ。あんな感じのね、ケーキがいろいろあるね。いろいろあるね。外気。つむつむね。おぉ、つむつむかわいい。これシックでいいよね。ああ、ほんとだ。いいね、なんかね。しっくりしてる。まとまってる。ジバニャン。色が悪いジバニャン、これ。まあ、これはただのジバニャン祭りになってるな。あ、ちびまる子ちゃん。お。いやー、これは結構どこのケーキ屋さんでもやってるから、そう、早乳さんとかも見たらいいんじゃないかな。普通に持ってきて、チェコケーキをお願いしますって言ったら。早乳のケーキ、じゃあ書いてもらおうか。あー、まあ、これすげえ、これすげえ。あー、すごい。これすげえな。立体的だ。綺麗だね。なんかもう、お腹空いてきちゃったよね。昔に比べると、職人さんがやっぱすごくなってきたよね。ね。怖い。だってこんな、マジでいいの。スポンジボール。まあまあまあ。でもまあ、黄色ってどうなんだろうね。よくほら、青色のなんか食べ物って食欲をなくすような色って言うけど、黄色ってどうなんだろうね。黄色はでもあるんちゃう、割と。ね、マスタードですか。美味しくなさそうではないやん、しばしば。ね、赤もまあ大丈夫かなっていう。スポンジボブ嫌やったな、今。例えばこの青が結構多い。これプリキュアですかね。あー、プリキュアも。なんかあんまケーキの色って感じではないよね。ではないね。まあ確かに、そんな感じはするかな。なるほど。まあでもクリスマスはね、ケーキのシーズンですから、やっぱこういうお店も書き入れ時でしょうしね。そう。で、おそらく、あ、すごい、ミク。ね、エロいもんね、エロい。お尻がエロいけどよ、これ。いいんだよ、そんなとこ気づかなくて。で、まあ、クリスマスケーキもね、まあどっなんだ、ギリギリまで大丈夫なとこ大丈夫だけど、もうそろそろもう注文しないと、もうやばいよね。だいたい15日までとか。何の話してんの？今日25日ですけど、何の話してんの？12月25日の放送を今してますよ。うん、今日もうクリスマス終わるねっていう話してんのに。なんでもうすぐ言うてんの？早く。いつ収録やねん、これ。あ、これすごい。進撃の巨人。あー、ほんとだ。すごいすごい。ねえ、すごいね。みんなどんななんかケーキ食べてんだろうな。モズベイは、モズベイはあれですからね。今年は、現在東京にいらっしゃいますんで。あー、なるほど。東京にいるから、じゃあ先に録音したんだなっていうのがもうバレましたね。はい、メタ発言です。そういうのはメタ発言って言わないよ。ただ口が軽いだけよ、モズベイさん。モズベイさんすぐね、あの新企画とかの相談したらね、うん、それをツイッターとかでバラすの、うん、やめてくれるそれ。知ってるんですよ。まだ誰にも言ってない話をすぐ言うよ。なかなか、はい、口軽いのもやめてくださいね、モズベイさん。ちょっと口軽いのは、はい、まあ、残りも1週間ぐらいなんでね、今年も、はい、いただけるのかな。年内も頑張っていろいろ動画撮ってくださいね。じゃあよろしくござるよ。まあ、じゃあ、まあ、今回の週末雑談はこの辺で終わりにしておくけどね。そうだね。はい、もういらんことせんでええ。一瞬音が音質が悪くなったからなんかしたな、うん、こいつって思ったわ。モズベイさんもちょっとボイスチェンジャーを手に入れてね。はい、ようやくに入ったよ。戻してくれる。ちょっとイラッとするから。全然何言うてるか分からへんから、モズベイさん。本当？分からへんよ。自分で後
後で聞いてみ。ガチで何言ってるかわからん。もごもごもごって言ってんのかな。はい、じゃあエンドクレジットいきますよ。はーい。はい。それではですね、ご視聴ありがとうございました。Twitter アカウント、チャンネル登録は動画の詳細にリンクがありますので、そちらからぜひご確認ください。はーい。はい。明日あれです。ウィークリー企画のインファマスファーストライト、うん、一番左下のやつ。うんうん。うん、はい、これが明日最終回になりますんで、はい、ぜひチェックしていただけたらと思います。で先週から始まりました、金曜日がファイナルファンタジー7。7です。はい、はい、プレステ4の、HD リマスター版なんでね。マジで単独でやってるんで、ぜひぜひ、はい、これも楽しみにということで見てください。はい、それじゃあ、またね。バイバイケロー。バイバーイ。良いクリスマスを。いや、もう終わったからだから。